特化引っかえキャバ嬢の方とかとまあいろいろやってるんですよ。うわ、はい、最悪だ。もう最悪です。でもそれをちょっと今日、うん、もうカメラにその自供させていこうかなっていう、はいはい、ノラさんの財布を僕がちょっと隠すんで、うん、でラファさんがそれを盗んだ。財布ない。え？マジで入れてきたの？だからそれは。まあ一人ね。言うたらマラフさんだけいいかなって感じで。え、ちょっとごめん、ほんまに。え、ちょ、ほんまにごめん。今まで関係持った全国のキャバ嬢の名前言ったら許す。え、なんすよ、え？アメさん、こんにちは。こんにちは。キャバ嬢でアフター断る理由大体いいの姉さん。よろしくお願いします。それはおもろい。あ、面白いですか。今日なんですけど、うん、ノアさんにちょっと特別にというか、うん、すいません、なんかこんな時間に呼び出して、うん、ちょっと今ラマさんが会議に出てるんですよ。うん、ノアさんに、あ、前回ありがとうございました。ハニートラップみたいなやつで、占いのやつで、あの LINE、うん、あ、すいません、協力いただいて、すいません、ありがとうございます。で、それでラマさんを、まあ、特化引っかえキャバ嬢の方とかと、まあ、いろいろやってるんですよ。うわ、はい、最悪だ。もう最悪です。最悪なんで、でもそれをちょっと今日、もうカメラにその自供させていこうかなっていう。はいはいはい。で、ノアさんに協力してもらいたいんですけど、ノアさんの財布を、財布あります？あ、そうですね。うわ、めちゃくちゃ良さそうな。あ、いいですか、ちょっと、うん、待って。で、この財布を、うん、まあ置いといていただいて、うん、で、僕がちょっと隠すので、うん、で、ラファさんがそれを盗んだっていう風に仕向けたいんですよ。うんうん、で、ノアさんもあれみたいな。財布ないねんけどみたいな感じで言うと、そう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 、でこう気まずい、めっちゃ気まずい空気、まあラファさんの部屋やし、で財布ないし、はいはい、でめっちゃ気まずい空気を出してもらって、うん、ちょっとその気まずさに耐えれず、ちょっと泣く、そうです、泣いてほしいんですよ。泣ける、うん、泣けないとフランダースのように思い出してください。犬だからオープニング犬の そこに繋がる。でラファさんさすがに、まあ、言うて優しいんで、うん、もう耐えれない感じになっちゃうと思うんですよ。その場合の空気もありますし、でその時に許すをネタじゃないですけど、うん、その時にじゃあもう関係持ったキャバ嬢の名前言ってみたいなことそれで言うんかな。そう、それでちょっと、まあ、泣いたふりして、そうそうそう、じゃあもう許すから関係持ったキャバ嬢の名前言って、うん、そうそうそう、でまあ多分しびると思うんですよ、うんうん、でしたらまたちょっと泣き始めてだからもう言うみたいになるんで、絶対で、そこでもうそのままカメラに実名を録音していこうっていうか、録画していこうかな、はいはいはい、そういう今日はあれですね。で、もうさすがにこんな公開したらもう他のこれからラマファイルが出会うそのキャバ嬢さすがに被るとか嫌じゃないですか、うんうんうん、でもそれで多分もう抱きなくなるんで、絶対に、はいはいはい、でもそういうのでもまあアプローチしていこうかなって、ラファイルの女関係を立っていこうかなっていう。頑張ります。あ、いいですか、はい、もう結構ノアさんのにかかってると言ってもフランダース意識します。フランダースすいません、お願いします。頑張ります。じゃあその財布を、はい、じゃあ寝室にとりあえず持って行って、はい、いいですか、隠しましょう、はい、でラファエルの、あ、もう適当でいいですよ、で、あのどっかの引き出しとか、あ、この辺、あ、そうです、全然いいです、全然いいです、あ、いいですね、あ、もう絶対分かるんですね。じゃあ、 あのラファエルが上に来るときにノアさんいたらちょっとあれなんで、確かに、はい、ノアさんとりあえずあの下のロビーのとこ降りていただいて、すいません、そこで待機してもらって、でまたそのタイミングで来てもらえればって感じですね。頑張ります。さすがです、ありがとうございます。じゃあまたその後ほど、はい、すいません、お願いします。あー、疲れたー、うざー、痛かった、マジで打ち合わせ難しいだろ、全員こっちだった、バッキングジャップぐらい分かるんだよこの野郎っつって、全員こっちだった、ビートたけしのあの名言入ってこっちだった、テンション高くないですか、ムカついた、キングビートル流れてた音楽いやー、ムカついた、あいつらほんましょうもないで、あいつら、いや終わった、いつもそれ出たらバレません、私服着替えないと、いや、あれ写真撮りたい、ちょっと、ああ、僕が写真撮りたい、どういうこと、いやー疲れた、ちょっとあれもうノアちゃん来るじゃん、もう多分言うてくると思います、うわこれやっちゃった、何時もうあと10分とか来るんですよ、髪型どう、ノアちゃんにハマりそうな髪型してる、いやもうもともとハマってないんでだからやん、だからやん、あと上がるだけ、もうだからみんなそうやって言うやんか、はい、これハマってへん、ラファエルかわいそうって言うやんか、ちゃうで、俺はもう希望しかないねん、上がるだけやから、まあまあプラス何やっても気に入られねんから、そんなプラスチックしたくないねんから、めっちゃプラスチックで、コンクリートです、下下コンクリートです、これ以上ないです、下上がるだけですから、ああ、上がるだけ、上がることがあればいいですよね、あ、上がるよ、ちょっと髪型だけ、ちょっと来るな、ばあちゃん、はい、言うてっすね、ほんま来ますね、はい、撮影で今日はノアちゃんの20時間密着の第2弾、うん、これだね、いいです、第2弾というか、下も来るから、お
ちょっと泥棒ちゃう。泥棒じゃないし。アサシンじゃない。アサシンちゃう。違います。アサシンみたいな格好して自分。あ、ノアさんですね。何か。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。チュース。チュース。どっちか仕事なんてか。もうちょっとした。あ、ほんまに。軽く撮影したいんだけど、なんか24時間密着の一部分の撮りたいのと、うんうん、あの新劇のノアがまだ実際に客に言われたことないけど、ほんま言われたら嬉しいねっていうのを10個当てるみたいな。なんか可愛いとかさ、あるやん、普通に仕事できるなとかどうのかなとかじゃなくて、ほんまこれ言われたら嬉しいねんけど、あんだけ言われたことないねんなっていう、うん、ランキングでみたいな、ノアが言われたら嬉しいランキングでみたいな、その2つをそれだけ1個あります、部屋取りして、うん、24時間密着みたいなやつやって、そんな感じかな。今日可愛いね、ほんまに。ハマってんな、ほんまに。ほんまにハマってるんすね。なんかゴミついてんねんけど、ここに。なんかすっごいゴミついてんねんけど、ここに。キモい。1週間ぐらいガムテープ貼ってみたいになってんねんけど。うわはやめなさいよ。うわはやめなさいよ、あなたたち。なんでこんななってんの。そんなこと。なんでこんななってんのって。あんだけ髪型気にしてて。そんなところにそんなついてて。髪切ってん。へぇ。はい、それで行こうかなって、で画角どうしようかなって感じで、あと画角だけ決めて、うわ、皮めっちゃ可愛い。何それ、サンドイッチ入ってんじゃん。サンドイッチ入ってんぞ。入ってないわ。めっちゃ可愛いよ、こんなも高いの、やっぱり20万。あー、たっか、これ20万すんの。みよみよ、いいね。最近ハマってんの、みよみよ。どうじゃん、あれ、なんかハマってるって言ったらブランド、あれはまた違うか。あれはブランドやもんね、そういうね、ジュエリーやもんね。うん、あ、そうなんや、すごいね、これ。サンドイッチは入ってないね。うせやん。確かに行ったわ、新地のうまいって言われたサンドイッチ。あ、卵かつサンドや。行った、昔行った。めっちゃ美味しい。確かにうまいわ。わざわざそれ買いに来たもん、俺。南泊まってて、で、新地まで買いに来た。へぇ、南にもあんのに。南にもあんの、心斎橋サンド。うせやん。今じゃ、シューしていい。いやいや。マジ無理。マジ無理っすよね、ほんまに。くそ。俺も今コンクリートやから、下が何でも言うよ。曲がるだけやから、あ、何でも言うよ、下が見るよ。じゃあ、そろそろやりますか。じゃあ、一回俺はだからもうカメラ見ますか。あ、いいっすよ、いいっすよ。もしもし、俺カメやな。うん、あと時間です、OK、カメやつ。一人でお前さ、はい、俺の部屋でさ、クソすんなよ。いいでしょ、別に。お前さ、お前よ。お前よ。別にいいじゃないですか、そんな。俺も嫌やねん、次引っ越せの、トイレ2個やねんけど、1個嫌やねん。あ、一緒の嫌でさ。いや、できっすもんね、そもそも。めっちゃ切りすぎっすよ、お前。嫌なのにガムテープついた。なんで嫌ついたん、どこでついたん、あれ。打ち合わせしとて。こんなええな、イタリアン飯打ち合わせしながら食ってたやな。あんな作りたいやんで。考えられやん、ほんまに。持ってますね。あ、どうじゃん、ごめん、撮影する前にな、この間もそうやんけど、タクシー代ぐらいちょっとほんま。クセ。なんで、ほんまにクセ強いんです。もう慣れましたけど、めっちゃクセ強いんです。バーン投げていい。メイウェザーみたいにバーン投げて、こうやってたまにそれしないの。俺もマネークリップやねん、いつも。サイン持てへんの俺。じゃあ、なんだ、もうそうないけど。あ、ほんまに、ほんまに。いや、ほんまに毎回毎回申し訳ない。いやいや、そんなやったら動画出へん。なんでや、なんでな、いい人っすよね。好きになるやん。いや、いいわ、それもいいわ。なんでな、もう罵声のならやばしくてな、田舎の人パーン取れるで、なんか表彰しますみたいな、どうかいみたいな、パーン取ってきよるって、そんな言うたら港区女子やったらな、あいつらほんまにパパ探してるやつやったら。そういう人いますよね。ほらへん、こういう、こういう子でほんまに、ノアが財布買ったよ、昨日。え、そうなんや。うん、めっちゃ可愛いね、限定やって。うわ、じゃあ興味ないけど一応見ようかな。めっちゃおしゃれじゃないですか。ご飯だけおごらさせて、今度それをほんまにさせて。よかった、そういうのほんまにさせて。じゃあおかけもらう。お金分かったから、うん、どんなんどんなんして、何のやつなの。あれ、どうした、アントマン探してる。アントマン探してる。あれ、財布ない。え、マジで入れてきたの、さっきタクシー降りた時。あ、そうっすよね。
すいません、店長、タクシー出ましたな。うん、タクシー会社出ましたな。領収書のもないの。せやん、タクシー忘れてんじゃん。タクシー忘れないと思いますよ。え、絶対だってそこまで持ってて持ってこんのか言えたもんな。せやん、うん、え、絶対あったタクシーのほう。え、あったし、下エレベーターの時に閉まったんだ、エレベーター。あー、こんな感じ。え、せやん、うん、忘れなくて。どっか寄りました、その後。え、寄った、もうそのまま戻ってきたわけ。マジで。え、絶対あったもん。めっちゃ探し合っていいじゃん。そうなんですか。いやでも来てそのままパッと置いてあったんで。しかも来てここに置いてここ座ってたって。確かに。どんな財布？クロムハーツ。クロムハーツ、うん、クロムハーツあれ高いやつ。もうそこに。クロムハーツ財布あるやん、知らんかこれ。結構大きめのやつですね。ちょっと待って、大きめのやつですか。大きめ長財布ですか。うん、あアントマンぐらい。アントマン。もういいやばい、ないいいじゃないですか。うせやん。ないっすよ、どうするんですか。うせやん。え、結構入ってますよ、多分個人情報とかやばいじゃないですか、ほんま。全部入ってる。いや、それ普通に探しちゃって。でも、昨日買って今日初使いやん。だって探すって、だって来てない。今日初使いな、ちょっと待って、ちょっと待って。やばいっす、やばいっす。ちょっと早めにやった方がいいっすね。カードだけ止めた方がいいね。じゃあ、ちょっと止めよう。確かに。いや、ちょっとあの、ハンドバーで。待って、行ってよ、フロント電話するわ。はいはい、そうです、そうですね。はい、あったらお願いします。はい、僕の部屋までお願いします。はい、すいません。はい。え、ノアちゃん、ないで。ほんまにないで、ほんまにほんまに払った。払ったってか、タクシー代。あれ、全国タクシー呼んで、そのまま来たよ、ちゃん。うん、払ったし、落としてないし、エレベーターの中で絶対閉まった。嘘ついてない。確かに、そういうの覚えてますよね、意外と。うん。せやん。マジ？え、どっかウロウロしたどっかあるんじゃん。どっか探したの？そうなの。見てます。来てすぐそこっすよ。せやん。え、ちょっと待って、ノアちゃん、ほんま、どっか行ってない？トイレとか。あ、でも鏡のとこ行った。あ、確かに。いや、行ってないんだ、もう。記憶曖昧やから、一回ちょっと探そう。探した、これは。はい、なくなるの気持ち悪いですよ。洗面台、洗面台で、髪の毛とかして、はい、ちょっと待って、落としたりしてんじゃん、したり。え、どっかあるんだよ、ベッドの下とか。え、どうじゃ、洗面台ないっすか。ない、入れてるとか絶対ないんで。いや、そういうの全然なくて置いてんじゃん、トイレは。トイレだって見たよな。いやえ、うっせやん、奥はこっちないやん。ないっすね。どこ？ない？え？あ、あった？あ、あ、あ、それ？え、なんで引き出したの？なんでここなんですか？なんで？え、なんで引き出したの？え、何しなこ？え、なんでこれですか？あ、中ちょっと一瞬見たの。クロノハーツのね。え？めっちゃ気持ち悪いです。さっきの領収書も入ってる。ああ、エクセル。ガチ。いやー、なるほど、そっか。気持ち悪いね、ちょっと。なんか、やばいね。え、とりあえず、あったから、まあ、あれか、あれか。いやいや、そういうみんなじゃないですか。やばいっすよ、そこにあるの。え、なんか、ごめん、なんか。うん、まあ。え、なんでよ、マジで。マジで。ちょっと。いや、あ、でもあれじゃないですか。ノアさん電話出て、僕トイレ行ってたりとか、なんか入れてくれたみたいな、ないじゃないですか、ラオさん。え、変な意味じゃなくて、どういうこと？変な意味じゃなくて、なんか忘れたやつを、もしも誰か来た時用に入れたとか。いやいやいや、俺触って、俺マジで初めて見た今。ほんまに、ほんまに初めてだ、ほんまに。まあでもノアさん、クロマーズ分からんもんね。あー、でもまあノアさんが入れてきて、サッカーだって、サッカーは俺まだジーゴ止まってんねんから。クロマーズ分からんもん。でもまあ、ノアさん入れてきて、なんか僕らは分かんないですけど、ノアさん出てて、僕もちょっとまあ、いやでも、まあ冷静に考えたら、冷静に考えたら、3人しかおらんし、まあ、それは犯人さんですよ、うん、方じゃなくて、それはそうですけど、いやでも、そういうのじゃなくて、まあでも、あの時分かんないですけど、まあ、1人になったんって言ったら、まあ、ラファさんだけかなって感じなんで、いや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 、全然僕はあれですけど、そんな変な意味じゃないですよ、ほんまに。いや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 、え、ノアさん、ごめん、ごめん、ごめん、なんか変な感じで、ごめん、申し訳ない。仕事行く気がしてた。いやいやいや、ほんまに。え？まあまあ、まあ、そうっす。めっちゃショック。いや、俺じゃあ、ちょっと僕いた話しづらいですか。なんかちょっと出た方がいいですか。いやいやいや、やめろお前、そのなんか雰囲気作るの。いや、なんか俺じゃないって言ったらもう自然的にお前だろうし。いやいや、俺じゃないと言いにくいけど。いや、え、でもトイレ行ってて。そうですね、僕トイレ行って、ノアさんのあの時に、いや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 、まあ一応ラバさんいたんで。ノア自分隠したりしてへん。もうそれも絶対ないやろ。え、いいっすよ、あの、あれっすよね、え、無指病。いやいやいや、僕だってあるじゃないですか、トイレ出るときラムさんいたじゃないですか。いや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 、うせやん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 、う
あ、入れてあげたとかじゃないんですか？あのどうか入れて、いい意味で、いい意味で、いい意味でって言ったら何でもいけると思ってるお前、ちょ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 、俺そんなんじゃ、そんなんじゃ、まして結構、マジな感じなんで、そうじゃないですか、ほんまに。だからラオさんが入れたんかなと思って。いや、そんな俺ずっと取れへん、いや、ノアちゃんほんまに、ごめん、ほんまに、なんか申し訳ないな。ほんま出てた時じゃないですか、その悪い意味とかじゃなくて、ほんまになんか入れてあげたとか、そのホテルの人が来るかもしれないですか、そのベッドメイキング。いや、ほんまに、いや、まあ、ノアちゃんごめん、ほんまに、ほんまにごめん、ノアちゃん、ノアすいません、こんなあれで、ほんまに、ノアちゃん、マジでごめん、すいません、なんか僕も言って、そんな感じになって、すいません、いや、ほんまに、どうしよう、どうしようか、どうしようかな、ノアちゃん、ほんまにごめん、マジで、ノアさん、なんか、すいません、なんかこんな感じになって、あれなんですけど、埋め合わせしたいんですけど、どうやったら、その、飯食いに行こう。いや、ほんまいや、ちょっとどうしようかな、ほんまに何やったら明るくなる。じゃあ、ほんまに USJ ご飯やったらなんか、気分転換できるとこ行こう。気分ないっすよ。どうしよう、どうすればいいの、ちゃん、ごめん、ほんまに今まで関係持ったキャバ嬢の名前全員言ったらいいです。え、何それ、どういうことなんかそうなんじゃないですか、それ言って、どういうこと、関係持った、何て今まで関係持った全国のキャバ嬢の名前言ったら許す、うん、キャバ嬢の名前言えばいいの、うん、一人ずつ、いいじゃない、俺が言うの、いや、ラボさんですか、それは、言ってください、言ってくださいっていうか、とりあえず、どこから、西日本言えばいいの、東日本言えばいいの、全国とりあえずほんまにのはちょっと泣くんだけど、ちょっとほんまにごめん、ごめんっていうか、いや、上から順にじゃあ、北海道、札幌のちゃんとちゃん、2人で、そこからもう大雨行き東京まで下がってきて、東京が結構多くて、もうそれで全部言わなかった、全部、東京がちゃんと、六本木はちゃんと、同じ店のちゃんと、あそこの、ビルのとこ、雪崎ビルのとこ、あそこの名前忘れた、あそこの、店の名前はのちゃんと、ちゃん、六本木覚えてるのはそのぐらいかな、それ覚えてへんやつ入れんでいいでしょ、それ覚えてるやつでしょ、うん、もうなラウンジとか入れたらもうめっちゃあるけど、歌舞伎町はもうちゃんとちゃんとちゃん、歌舞伎町はもうこの3人だけ、歌舞伎町基本的に邪気多いからもうちょっと嫌いやから、で六本木と、あとまあ西麻布のラウンジはもう結構人数でともう何十人やから、ちょっとさすがに俺も覚えてなくて、なんか違法営業してるような1時以降やってるようなとこ、ちょっとなんか、あとまあ大阪やと、まああの南の方は何人ぐらいかな、名前も思わせたけど3人ぐらい、全部言う、新地のやつとか、新地のやつはその、あのちょっとあれめっちゃ言いにくいんだけど、のちゃんと、あそこの、どうやってあのビルの、あの、あそこのビルのの、ちゃんと、で、ちゃんと、ちゃん、有名なんでこのぐらいかな、4、5人か、ノアちゃんも知ってるかな、あとはちょっとノアちゃんも知らん子っていうか、まあ、その体験みたいなのもおったし、一体みたいなのもおったから、一体結構俺あさるから、こういうのが多いかな、あとはまあ、まあ、京橋もちょっとあったけど、京橋もあったのと、あとちょっと天王寺の方ちょっとあったのと、あとはまあそう、九州の方か、あっちは結構おるけどね、それはもう有名なんで言うと、ちゃんとぐらいかな、それはもう、それは正直にさ、嘘じゃないな。
ほんまっすか、ほんまにそれだけですか。いや、それはほんまに嘘じゃない。いや、ほんまに札幌はもう、札幌じゃない、あの九州か、ほんまにすごい一人だけは有名なんで、あとはもうその、まああんまり行かんから仕事でしか。3回行って、3回行ったうち 4人やから、残り3人はなんかほんまにもうちょっとな、浪人みたいな、競馬場ほんまには武士みたいな、名前もちょっとわからんみたいな感じで、沖縄に一人いるけど、もう全然名前も忘れてたみたいな感じの、こうな、どうかな、だからまあちょっとわからへんな、だから全員っていう名前はわからへんけど、結局何人ぐらいなんていうか、その20、名前挙げたの20だから、で、なんだかんだで100は分からんけど、どうやら、でも50ぐらいかな。で、50と100全然違うじゃないですか。ちゃんとしてもらうんです。50と100全然違うけど、50、ノアちゃん50人ぐらい、あとその名前挙げた20人ぐらいが、まあ一般的に知ってるかなっていう感じで、それぐらいかな。国内だけやったことないですね。いや、これでいいのかな。でもほんま、ちょ、泣くん一回やめようか。ちょ、ごめん、ほんまにごめん、マジで。え、なんで え、なに え、今日は、とりあえずサングラスかけてもらっていいですか。とりあえず、ちょっとノアちゃん、ほんまに言っとくで。まあ、俺ほんまノアちゃんほんま泣いたから付き合ったけど、おかしいな思いながら泣いたら付き合ったけど、親しいってびっくりちょっとほんまノアちゃんほんまだけ言ってるけど、これほんまに流したら、昨日もびっくりしたな、これほんま流したら放送事故やからな。そこってもう早くつけてくださいよ、サングラスも。ほんま放送事故やからな、早くつけてください。早信じったらかもな。ほんまにやめへん、ちょっともうびっくりした。俺めっちゃ気まずかってんけど、ほんまに締め事故や。まだ回ってるんだよ、カメラもう。えって、もうやめましょう。あ、そうだ、ほんまに俺もめっちゃびっくり。俺はほんまに申し訳ないけど、まあネタ入ってるとは思うんだけど、俺あの財布の時は申し訳ないけど、もう俺はちゃうから、兄さんやから、だから俺はちゃうねん、絶対に。トイレ行ってる時に月に入れる隙あったから、俺マジ焦った、ほんまに。一個言っていい、これ隠したノアやから。やめてや、ノアちゃんやめてや、マジで。なんでそんなことする。お願いされたんです。お願いされたんだもん。メーカーだから、言いなりかよ、彼氏の。ちょ、ノアちゃん、ね、これはほんまにノアちゃんだな。ノアの、これちょっと見して、うん、これあ、これがクロムハウスな。そう、ちょ、ほんまやめて、もう面白いですよ、面白いですよ。なんかちょっと明るい雰囲気持っていこうとしたけど、めっちゃ滑ってたじゃないですか。いや、俺もう巻き返したかった。俺はお前をかばっとってんから、俺は犯罪者をかばったんだよ、俺は今。あ、そっちやっとったと思う。あ、逆にだって俺じゃないねんから、絶対こっちは俺じゃないねんから。そっかそっか、犯罪者に君をかばったんだよ、俺は。ノアやと思わなかった。ノアちゃんはそれはさすがにないやろ。まあ、そうですよね。だから前もって来てもらってるんですよ、だからオープニング撮ってる。長かったわ、財布ない言うまで。今日1時間くらい財布ない言うまで、早くグダグダして、グダグダして始めへんなぁ思って。いや、めちゃくちゃ素材長いんだこれ。いや、結構長いですね、あれは。1時間くらいだったよ、財布探すまで。キャブの名前言うだけでも長かった。ノアちゃんはその間プライベートもちょっと仲良くしてるけど、何をそういうスイッチ、なんかキャバ嬢の名前言えってどういう意味だろう。なんかその、なんか嫉妬っていうと、もうそんなんじゃないし、一応よう分からんな思って。まあ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 、確かにだからキャバ嬢つながりやから、まあ興味本位、ノアちゃんなりの笑いのネタで許してくれるかなみたいなのもありながら、あ、泣いてるからビビったわ、ほんまに気まず。見てる人に約束したもん、フランダーちゃん。フランダーちゃん、なんでフランダースの意味、フランダースの意味思い出して泣く。なんか悲しい笑顔を思い出して泣いてって頼まれたから、一生懸命映画を想像してみる。ほんまやめて、ほんまやめよう。ちょっと撮れたわ。分かんねんけど、個人のこともあるから、分かってると思うけど、これ P かなんか入れないと。いや、入れます。入れますじゃない。心にしまっとこう。ほんまやめてや。ほんまお客さんの時ペロしたらあかんって、ほんまに。あんなアロメルなって。ほんま分かんねん。結構シュート決めてたね、みたいな。あいつやばない。ハットトリック決めようとね、あいつ、みたいな。ほんまあかんねん、それ言うたら。ほんまやかんねん。すごかったね。ほんまにあかんねん。これは流すのやめて、流すのやめて。ピーだけ言います、ピーは絶対言いますよ。違う、そういう、流すのやめて。だからそれ流していこうっていうやつなんで。だからこれから何もラウンド。なんでそうなんす、何をしたい、何をしたい。お前なんなんだ、だからもう女の人だけのようにする企画ですよ、これを。だからもうどんどんそのつながりとか叫びたいんですよ、さすがに女の人も。それを公開して、もう塞いでいこうっていう。なるほど。だってノア実際知っちゃったよ。そうですよ。実際もノアちゃん絶対行かれへんやん。そこ
こあったわ、そこあったわ、コンクリートの下があったわ、鉄があった、鉄が言ってましたね、それ鉄や、下、その下鉄あったコンクリートやから、あるしかないからって言って嘘でしょ、え、なんでなんでなんで、なんなんそんな、別に気になれねえやだから、なんかお仕置きしなあかんねって言って協力してくれそうだね、そうだね、僕ね、そうだね、火入るかもしれないするわけじゃねえから、別にそのキャバ嬢ね、やってる時はね、別にお互いいいよ、ね、やってるわけですから、別に悪いことないでしょ、そんなもん。あんま調子よく高いんだよ。そういうこと。大阪まで来て、新島まで来て、調子よくなと。羽伸ばすなと、人の島で。もう動画出てあげへんで。で、それはもうやれば困りますよ。でも、ほんまにあれで、ちょっとギャラぐらい、ちょっとぐらい話させてくれな、ほんまに。それはね。それの話、あれやけど、ほんまに。いや、ちょっと、ちょっと俺もイラッとするさすがにちょっとイラッとするノアちゃん、つくのやめて、自分そういうドッキリだね。いや、ほんま協力していただけるんだよ。前のね、あの占いの時もそうですけど、やっていただいたほんまに優しく心が LINE 返事回数めっちゃ早かったよあれだってガチのノアちゃんの LINE やからそうですよ、だからノアちゃん、ここ遠隔でこうやるとは前、大阪のロケするできたらお前、まあね、まあ皆さんね、なんでや思うの、まあ、なんかあった時には連絡が取らすんですよ、やっぱりマネージャーブルプレイ組むんでね、言うたって僕ら。そうですよ。ほんでこいつアホやから、すぐもうネタをノアちゃん、お前なんて言ったか知らんけど、お前よう、お前一マネージャーごときがノアちゃんに連絡して、お前なんてお願いしたか知らんけどやな、お前で、仕上がったやつでこんなんでどうですかってめっちゃおもろいやんノアっぽいやん、ちょっと俺びっくりしたわ、ナミちょっといいみたいな、その話いいみたいな、まだ酔っ払ってんな、ノアちゃん水飲みやみたいな、いい感じに返しとったら、ほんまにそうそう、まあ酔っ払ってラフィーにね、なんか死ぬってね。ネクストステージのメンバーが今日ここに集まります。ビンキーさん、キンナンボーイさん、ヒカルさんと、で、僕と1回2回コラボして終わりという話に一応なってるんですが、今回はですね、ちょっと提案ありまして、再結成しませんかと、これ僕からちょっと皆さんに持ちかけようかなと思うんですよ。これ僕の勘違いではないと思うんですけど、みんなね、本当は近いみたいなのあるんじゃない、今日は勘違いじゃない、自信あります。スポットでコラボじゃないですか、これってどうなったんだろう、その再結成みたいな、まあ、俺は、なんていうか、前向きですけど、なんか、綺麗にしといた方がいいとこだったりします。今回のこのコラボは期間限定っていうだけど、やけどその先って話ですよね。そうです。で、僕らのこのネクストステージの歴史っていうのは、あの当時は浅かったんですけど、この逆に2年間があることですごい濃いものになるんじゃないかっていう印象はあるんですよ。